ハロー、ニメハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14イシュガルド編第29回配信を撮っていきたいと思います。さあ、現在イシュガルドに戻ってきておりまして、なんか前回ちょっともう眠くなっちゃったんで、落ちるためにちょっと戻ってきました。さて、じゃあ神殿騎士団に現在来ておりまして、前回の報告ですね、竜騎士報告をしていきたいと思います。報告っていうか、まだ続きがあるね。でモントルガンさん、急ぎ呼び出されて来てみればこんなことに。ああ、ウスティエヌ、どうか無事でいてくれ。鎧の破片が、これはウスティエヌのもの。戦場に落ちていたのを回収してくれたのですか。ありがとうございます。騎士団本部も混乱しているようで、ウスティネヌが行方不明としか聞かされていないのですが、一体なぜこんな事態に。背中に乗って飛んでいきました。彼女は血竜グラウディの背に槍を突き立てるも、そのまま竜と共に西の彼方へと飛び去ったと。背から振り落とされたところを目撃されていないならば、飛び降りて逃げ延びているかもしれません。可能性がある限り私は諦めず探し続けます。シャンメイ、我らも総力を挙げて捜索するぞ。先制台で対応を話し合おう。先制台で、どうしようかな。じゃあ一回先制台戻ろうか。じゃあ先制台までワープです。さて、アドネル先制台までやってまいりましたので、アルビックさんに報告を。来てくれたのだな。何としてもウスティエヌを見つけねば。竜騎士団の主力であるウスティエヌの不在はコートの戦力が大きく減ったことを意味する。だがモントルガンの言葉通り、ウスティエヌが血竜の背から振り落とされていないなら生存している可能性は高い。問題はどこまで連れ去られたのかという点だ。場合によってはドラゴン族の支配地域深くで孤立している可能性もあるからな。いざという時には君にもウスティエヌ救出のため力を貸してもらうことになるかもしれない。握りし槍に近い仲間を救い出そうではないか。まずは血竜グラウディの出現状況からウスティエヌの居場所を予測してみる。情報が入るまで君は鍛錬を続け、技に磨きをかけてくれ。なんか覚えた、青の流血。なんかね、これすごい大事だって聞いたことあるんだよね。コンプリート。槍に誓った正義の心に竜騎士の証が共鳴した。そう、流血ゲージが解放されました。これジャンプとスパインダイブの威力が上がります。ドラゴンダイブの威力は上がらない。これか、また邪魔なとこに出たな。もうちょいね、この辺に置きたい。また HUD いじっておきますけども。じゃあ、アルベリクさんに次のクエが出ておりますので、話を聞いていこう。レベル56クエスト、槍がつなぐ命。アドネル先生隊のアルベリクは新たな情報を掴んだようだ。シャンメイ、一段とたくましくなったようだな。君の鍛錬は順調のようだが、ウスティエヌの操作は難航している。それというのも、先頃から異端者勢力が活動を活発化させており、対応に奔走しているのだ。そのため神殿騎士団から操作に避ける人員が不足している。だがこの騒動に関連して気になる情報が入ってきた。交戦した神殿騎士の報告によれば、異端者一味の中に
ヒソ・ペレグリンらしき槍を持つ者がいたというのだ。ヒソ・ペレグリンは彼女の家に代々伝わる一品。もしこの報告が真実だとすると、ウスティエヌの槍が異端者の手に渡っていることとなる。血竜グラウリーの背に刺さったものを引き抜いたのか、あるいはウスティエヌを捕らえ彼女の槍を奪ったのか、この異端者を捕らえて事情を問いたいところだ。クルザス西部コーチのキャンプリバーズミート西方に異端者対策を任じられた神殿騎士がいるはずだ。彼から異端者の行方を確認し追撃してほしい。この槍使ってる人ご本人ではないでしょうか。そこまでしっかりした槍を素人が使うとは思えないんですよ。そうなるともう本人しかいないのでは。何があったのでしょうか。では今度こそ、なんかフェイド始まったな。今度こそ、ファルコンネストの方にワープいたします。さて現在ファルコンネストブラックブリッジ付近に来ておりますが、見つけましたよこの風脈を。普通に最初の頃だし道沿いにある感じですね。いくつくらいあるんだろうね、1エリアに対して。でね、なんかね、一応ヒントとしては風脈のコンパスをこうやると東の 300m、 この辺にある。もっと先かもしんないけどっていう感じで、割と位置が毎回教えてもらえると。さて行きますか。ここかっこいいよね。ブラックアイアンブリッジか。ブラックブリッジじゃない。かっこいい。これ橋の重量感いいね。そしてね、ここね、マウント速度が上がってないからね、遅いっていうね。さあ、フィートがありますけども。あるじゃないですか。噴薬が。これいくつぐらいあるんだろうね。間違えた。これは3体倒してこいっていう子たちだね。あれか、レベルが上だから経験値が入んない。残念。ちょっと変えるか。じゃあナイト。でもナイトにすると苦戦するんだよな。大した経験値じゃないし。竜騎士で行くのもありかな。まあ、約500経験値。鳴き声がやばい。これでアップランドミドドンはよしと。あとは戻って報告ですけど、
後回しにして。ねえ、これね、途中に寄ってくればいいじゃんと思ったんだけど、これ崖の下だったっていう。どうしようか。だいぶ来ちゃったな一回奥まで行こっか。帰り道に寄ろう。おいちゃん、ここから行ける？え、待って、未開の土地って出たけど、あれ、ここも未開の土地って出てあ、ギリ未開の土地だったのかな、ここ。こっちはいける。あ、こっちもいける。あ、あっちか。ちょっと未開の土地だけ、ちょっと、あ、でも敵が多いな。危ないかな。戻ろう。なんですごいちょっとした段差につまずくんだが。あ、下にもなんかある。あ、高低差が えぐい。待って、下行きたい。下行きたいけど、あ、とりあえず用事あるな。上か、そこの牧場で。この辺に、あ、あれがお墓。わあ、曲も悲しい。これがおばあちゃんが言ってたお墓だね。じゃあ2名アリディの花を備えました。あとは報告でいいのかな。そうだね。危ない、今行こうとしたけど崖だ。あのね、白いと高低差がちょっと分かりにくいな。あ、あんなとこにも文脈の、ちょっと待って、どっから行く、あれ。上っていける？上はいける？え、上の階段、あ、外階段があったっけ？あ、あったあった。あ、なんかここ登った覚えあるな。お守りが食べられちゃったんで。ん？ちょっと待って。あそこだよ。いや、さあ、エーテルの流れを理解して。というわけで、メインクエストを進めていきます。じゃあ、調査隊の消え隊長さん。アジトの調査状況でありますか？それが困ったことになっているのですよ。アジト内で異端者どもが残した書簡を発見したところ、物陰から突然、魔物が飛び出してきまして、異端者たちが放っておいたもののようですが、おかげで負傷者が出ています。魔物を排除できれば調査が進むのですが。仕方ない、ここは私たちでどうにかしよう。足踏みしている時間などないのだからね。あれ、先に行ったら危ないよ。魔物、さっきの地下だよね。あれ、いや、突然襲われてね。倒した者の肝を冷やしたよ。他に隠れている魔物がいないか探し、安全が確認できたら調査隊の騎兵隊長に声をかけてくれるかい。倒したのか今の一瞬で
さあ、つってもここもう地下しかないから。結構ごっついのがいるんだが。お友達になりそうにないぞ。行きますか。他にいるか。でも親子っぽかったね。よかったのかな、倒しちゃって。ここはいつ見てもなんかやばいよね、これ。おしゃれ。さて、他に隠れてるも何も、部屋1個しかないんだよね。何やら下の階で物音がしたが、大丈夫だったか？いつも心配してくれる。そしてたびたびセリフが変わって、あ、エステニアンさん、こんにちは。待たせたな。今来たところだ。こっちは空振りだったぞ。哨戒部隊はろくな情報を持ち帰らなかった。魔物を倒したですって。助かりました。これで異端者たちの足取りを追う手がかりを見つけることができるかもしれません。おお、これはかわいい。ミニオン習得、アルフィノを模した魔法人形、すべてをエオルゼアのために。嬉しい。後で出そう。でも次の句が出てるのちょっと見ていこう。次回出そうかな。じゃあレベル51クエスト、異端者の残したもの。ブルガニュ牧場の調査隊の騎兵隊長は何か話したいことがあるようだ。受注。なるほど。氷の巫女たちの足取りを追っているのですね。我々が発見した異端者が残した書簡は彼らの連絡記録のようでした。魔物に襲われたため、詳細な内容は分かりませんが、確認してみる価値はあるはずです。行ってみましょう。俺の方は見事に空振りだった。その書簡とやらを読んでみるほかないだろうな。よし、皆で探すぞ。書簡がどこに？中にある。中かな。書簡、3分の1。これ外にある可能性も捨てきれないぞ。あれ、地下まで回って 外にありましたってなるのが一番悲しい。ないかな、さすがに外には。さすがにないよね。一応ね、念のためね。ないか。さすがにここはもう外だもんね。よし、中だ。3分の1だからな。残り3分の2が下にある？あるね。1個ある。もう1個あるね。 疑うまでもなかった。ある日の私も何通かの異端者の書簡を見つけた。一通り集め終わったら、調査隊の騎兵隊長に集約し、それぞれの内容を確認してみよう。
エスニアンさん。まったく面倒なことだな。ドラゴン族と戦う方がよほど気楽というものさ。面倒なのか、書簡集めは。じゃあ、騎兵隊長さん。異端者の書簡は見つかりましたか？はい、三つ。ありがとうございます。お三方から受け取ったものを合わせると、十通以上になりますね。なるほど。どうやらこれは、アクアファー円形劇場に潜伏する、奴らの仲間とのやりとりを記した記録のようです。食料、その他を手配する旨が記されています。ということは、あの遺跡に、まだ異端者どもが。遺跡に。どれがいいのかな、ちょっと。エスティミアさん。アクアファーってのは、ドラゴン語で、永遠の輪を意味する。異端者どもがつけそうな名前だぜ。エスティミアさん、ちょっとなんかひねた感じがね、嫌いじゃない。じゃあ、アルフィノ君。レベル51クエスト、円形劇場の激闘。激闘？戦いになるな。ゴルガニ劇場、牧場のアルフィノは、今後の方針について話したいようだ、受注。アクアファー円形劇場か。君の報告にあった、万神芝が召喚された場所だね。だが、あの円形劇場を陸路で行くとなると、豪雪地帯を通らなければならんぞ。危険な上に、何より時間がかかる。芝討伐の時と同様に、スノークローク代表壁内のエーテライトを使えばいいさ。シャンメイや神殿騎士団の調査によれば、代表壁内の秘密行動は西部高地側に通じていたという。話を通せば利用できるのではないか。ああ、例の行動が制圧された後、西部高地側の侵入口はデュランデル家の衛兵によって確保されていると聞く。よし、声をかけてみるか。最近あれだな、アルフィノ君とエステニアさんが一緒に行動してしまっている。おかしいなね。調査対象さん、異端者の追撃に赴かれるのですね。了解であります。レッドワールド卿に対しては自分が報告をしておきましょう。そうだよな、ほうれん草大事だよな。というわけで、一回戻りがてら、この崖下のなんかこの辺に、なんかキャンプみたいなのがちょっとあったんですけど、ここに寄っていきますね。ん？ここ？あ、ここが円形劇場か。ちょっと先にこっち行きます。では、ちょっと地名忘れちゃったけど、ワープですかね、こちらまで。さて、今から牧場を出て、向こう行こうとしたんですけど、結構いい時間なので、今回はここまでにしておきますかね。次回は、例の目的の場所からスタートしたいと思います。では、29回ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。